迷子のカナメラーの役、青木ひなです。こんばんは、迷子の千早の役、立石凛です。こんばんは、迷子の椎名滝役、林ココです。この番組はガールズバンド迷子がお届けする YouTube ラジオ番組、迷子の迷子センターです。ランダムでメンバーがパーソナリティをしていきます。ということで本日はこの3人でのお届けです。わー、はい、配信時はですね、うん、ちょうどアニマックスミュージックスが終了したタイミングなのですが、このね、我々の世界線ではなんとトゥエルフスライブが終わりたてほやほやでございます。そうなんです。みんなお疲れ、お疲れ様でした。いいライブだったね。めっちゃいいライブだった。いいライブだった。なんかすごく大きい会場で、すごいめっちゃさ、みんな緊張してたじゃない、うん、そうね、してたけどさ、なんかやっぱお客さんの反応が温かくてもう安心しました。いや本当に、うん、本当にそう。なんか、ね、さ、あのライブ中にね、 MC でも言ったんだけど、うん、マジで綺麗だよね。ね、うん、本当に綺麗だった。星空みたいな、うん、なんか会場がね、高さがあったのがあるけど、すごい綺麗だったね。頭の上までペンライトがね、そんなトゥエルフスライブのね、うん、あの感想などもたくさん来ているので、ね、今日はね、たくさんご紹介していきたいと思います。はい、それでは迷子の迷子センター、今週も始まります。迷子センター。迷子の迷子センター、まずはこのコーナーからお届けします。僕たちはライブの感想をここで叫ぶ。迷子といえばライブ、ここではライブを見てくれたあなたの感想を紹介していきます。今回は11月4日に開催されたバンドリ12スライブ Day 2、迷子小さな一瞬の感想がたくさん届いていますので、ご紹介していきたいと思います。それでは早速一つ目のメッセージです。お呼び出しネーム、てつさんからいただきました。ありがとうございます。皆さん、こんまいごー、こんまいごー。バンドリートゥエルフスライブ、小さな一瞬、本当にお疲れ様でした。ライブの興奮冷めやらぬまま、ライブ直後に送らせていただきます、うん、今回初めて迷子の単独ライブに現地参戦させていただきました。ありがとうございます。どの曲もとっても良かったのですが、うん、個人的に一番印象に残ったのはやはり歌言葉でした。ですよね、うん、人間になりたい歌から始まった演出のところから、すでにアニメでの出来事を思い出してジーンと来ていたのですが、アニメの通り歌言葉の最初に一人ずつステージに上がってきて、音が増えていって5人揃って演奏が始まった瞬間、いろんな感情が爆発して号泣してしまいました。最後の挨拶でキャストの皆さんもおっしゃっていましたが、アニメが終わったからこそのライブだったんだなってすごく思いました。発表になったゼップツアー、そして4月のポピンパーティーさんとの合同ライブも楽しみにしています。最後になりますが、最高のライブを本当に本当にありがとうございました。これからも応援していますとのことです。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、私もハイライトは歌言葉だと思うよ。いや、そう思う、うん、いや、もう最高だったね、うん、なんか今回ちょっとそのさ、うん、アニメを再現したいというか、うんうんうん、完全にといかなくてもさ、うんうんうん、ちょっとやりたいよねみたいなお話になって、あの演出になったんですけど、うん、まあ、ちょっと舞台チックというか、うんうんうん、まあ、迷子ね、もともとそのやっぱさ、私たち本人じゃなくて、うん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 、そのタキちゃんだったりラーナだったり、うんうんうん、アノンを背負って立つというか、うんうんうん、そういう感じだから、うんね、普段からやってることは近いんだけど、そう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 、でもね、あそこまでこう入り込むのはなかなかやったことなかったから、うん、って思ってたんですけど、うん、いや、いざやってみるとさ、本当になんかそっちに引っ張られるよね、感情が、うんうん、そう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 、もうなんか本当に感動した、うるうるしちゃった ね、本当にさ、なんか泣きそうだったもん、ずっと泣きそうだったね、泣きそう、危ない危ない、でも私はラーナちゃんだと思って泣かねえ泣かねえと思ったそうそう、いや、歌言葉でさ、こうみんながバッてさ、うん、振り返ってさ、うんうんうん、ドラムのね、フィルがデレレって入った後に、はいはいはい、バッてみんながこっち見るんですけど、うんうん、めっちゃ笑顔で、うん、オラーナだそう、あの多分ラナちゃんのニシシみたいな、あ、そうそうそう、ね、笑ってたわ、ね、顔でね、みんな表情良かったですよ、うん、あの時、ね、そう、うん、ちょうどさ、配信のカメラとかもさ、ちょうどみんなの顔が見えるように映っててさ、うん、そうそうそう、いい顔してんのよね、そう、それをぜひ ね、いや、もうさ、うん、歌言葉終わりのさ、メロディーでさ、うん、あのめっちゃ感極まってるとこ抜かれてて本当に楽しかったそう、アルペジオ私が弾いてて、ともりちゃんがね、こう歌を読んでる時に、はい、ちょうど、まあ、滝さん役の林子さんの顔がね、こう抜かれるんだけど、うん、もうね、今にも泣き出しそうな、
たまりそれがこの日、この収録してる日、うん、実はこう反省会があったんですよ、そうだね、ライブのさっき、ね、してきました、ちょうどしてきて、でみんなでライブ映像見てたんですけど、うん、その時に、うん、あの青木ひなさんがあの私の代わりっていうか滝の代わりに、うん、あのアテレコンし始めてともりともりってだって本当にそういう顔してたもん、本当にもうね、たきちゃんが乗り移った顔した、そう、たきちゃんだった、うん、だってたきちゃんって結構さ感動すると泣くガールじゃない、うん、そう、あのたきちゃんはね割と素直に泣くよね、そうそうそう、だからなんか本当にそれが憑依しててたきちゃんだと思ってともりって思ってともりって嫌だった恥ずかしいよね、恥ずかしいですよそんだけ演者もね感動してたということで、うん、本当に感動した、よかったな、こういうなんか感動する瞬間、いろんな景色これからも見ていきたいですね、そうですね、はい、ゴードライブもありますしね、楽しみね、気合入れていきましょう、はい、はい、それでは続いてのお便りを読ませていただきます、はい、お呼び出しネームみきさんです、ありがとうございます、ありがとうございます、迷子の皆さんこんばんは、こんばんは、バンドリートゥエルフスライブ小さな一瞬、本当に本当にお疲れ様でした、ありがとうございます、ライブ後の帰り道、ショート動画のパンダを見た滝さんみたいになりながらこの感想をお送りしますありがとうございます、1曲目ののろしを聞いた瞬間に、うん、皆さんの演奏が心に魂に響きました、うん、まだ1曲目だというのに目から自然と涙が出てきました、嬉しい、あと僕は種火の演奏が本当に大好きなので、うん、聞けて本当に本当に良かったです、うん、まだたくさん書きたいことがあるんですが長文になってしまうのでこれからも応援し続けます、うん、あとゼップツアー本当におめでとうございます、ありがとう、青木さんと林さんのゼップコール、うん、めっちゃ面白かったですこれからもお体に気をつけて頑張ってくださいとのことです、ありがとうございます、ゼップ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 いや楽しみだね、楽しみだよ本当に、うん、やっぱさずっと言ってたじゃない、うん、なんかこれから迷子としてやりたいことありますかみたいな、うん、ツアーをやりたいです、うんうんうん、できればライブハウスでツアーをしたいですって言って、ありがたいですね、なんかこう、うん、みんなのさその発表された時の歓声を裏でさ、うんうん、聞いてたんだけど、うんうん、結構さ、うんうん、福岡って出た時に、うん、うわーみたいな出たから、ね、やっぱりなんかね九州多いのかねって話してたんだよ、そうそう、南の方まで多分迷子のことがね好きな方が多分いっぱいいるんだろうね、嬉しいね、方にも届けられるのがすごい嬉しいわ、うん、今回は結構ね西日本というか、うんうん、ね、多めだから、そう、うんうん、いやー私地元が仙台なのでいつかね、はい、地元でライブしたいの、私も仙台は結構ゆかりがあるんだ、うん、そうだよね行きたいの、うん、仙台北の方にも行きたい、それこそ北海道も行きたいし、そうよ、いろんなとこ行きたいわよね、よ私はでも、うん、あの地元が静岡なんですよ、うんうんうん、で静岡も私しかも浜松なのね、うんうん、だからゼップ名古屋がマジで嬉しい、うんうん、そっかそっか、近いんだよね、近い、そうだよね、見に行ったこともあるゼップ名古屋に、うわ、いいね、ゆかりの地でやりました、やりましたやりましたよ見えないのにピースしちゃったピースピース、うん、はい、はい、ありがたいですね、種火の演奏、うん、これ一滴からね種火ってこうつなげたんだけど、うん、いや種火もさ感動曲じゃない、そうなの、あのやっぱね、うん、最後のシンガロングよね、いや嬉しい、うん、今回さ、うん、あの銀テープも飛んだじゃん、そう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 、そこで落ちたよパーン、そうそう、あそこがマジで感動した、爆上がりちゃった、うん、私もうあそこでウェーってなりたいのにあそこさずっと足で8分踏んでんの、ドドドドドド、確かにドドドって踏んでる、冷静に踏まなきゃね、ずれちゃうから、そうなの、乱せないわな、でもあそこいいよね、あそこめっちゃいい、グッときたわ、結構音一栄とか、うん、名もなきとかウォーウォー系がさ前後はあるけどさ、うん、ちゃんと種火の英語の歌詞もさ、うん、みんな覚えてきてくれってさ、ね、大合唱してくれてさほんまにメロコアこれがパンクロックなんやと思いながら本当ね、同じ熱になれたんやほんまにそう、いや皆さん本当にありがとうございます、ありがとうございます、いやライブハウスでも聞きたいね、ぜひね、うん、いやぜひやりたい、ぜひぜひ拳をね掲げてほしいなと思います、いやもう本当感想を語り出したら止まらないんですけど、うん、はい、皆さんたくさんありがとうございました、ありがとうございます、このコーナーでは迷子のライブの感想を募集します、ライブで感じたことやメンバーに伝えたいこと、聞いてみたいこと、何でもお送りください、概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこからお便りを入力してください、お待ちしております、ではこのあたりで曲を聴いていただきたいと思います、今週の選曲はココちゃん、お願いします、はい、それでは聴いてください迷子で歌言葉、
つも見つけられない正解も普通も、世界はずっとずっとずっと遠く、僕には届かない場所にあるんだ。日だまりを抱きしめていた春も、夏が照らしすぎて消えてしまいそうで、アスファルトで干からびてしまうなら僕はずっと石の下に隠れていたかった。でした。いやー大好きです。本当に好き、ね、なんでこんな涙が出るんだろうねこの曲 ね、うん、そうなのよ、うん、なんか涙腺を刺激してくる曲だよね。そうそうそう、ステージだとさ照明もすっごい良かったじゃん、うんうんうん、あれもうバーンって明かりついた時めっちゃ感動した。わかる。アニメでさラーナちゃんがこうフィードバックできたのフリーンってのがあるのよ、うんうん、それがさちゃんとこう暗転の中でフィードバックが鳴りました、うんうんうん、でこうテンポがこう上がったところが始まりますで、うん、光がバーって上がったじゃない。あれすごかった ね、 すごかった ね、 ね、お客さんのうわーそうそうそうみたいな。私たちもさ明るくなるからさ、うん、客席が一気に見える。そう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 、うんうん、はーってなって、ね、簡単って感じ、うんね、ちょっとフォースライブで車幕が落ちた瞬間の光景とちょっと似てたよ ね、うんうん、そうだね。あの時の感動とすごいちょっと似てたかな。確かに、ね、とやっぱりこの86に来るところよね、うん、もうダダダバーンジャッジュガダララダララってなるとこがもう上がりすぎてテンションが、うん、いやよかったな。いやいいね、いい歌、うん、いい歌いっぱいいい歌いっぱいだよ、ね、これからももっと増やしていきたいです、ね、そうですね、はい、ということで迷子センターではあなたの好きな迷子の音楽とその理由やエピソードなどもお待ちしています。ファーストアルバム明晰波の感想もぜひ送ってくださいね。お待ちしております。迷子の迷子センター。続いてはこちらのコーナーです。記憶のアルバム。あっという間に13話までオンエアになったテレビアニメバンドリイッツ迷子。その中であなたの心に残ったセリフを大募集します。目を閉じると誰のどんなセリフが浮かんできますか？みんなの記憶のアルバムを1ページずつ迷子と一緒に開いていきましょう。はい、あ、僕初めてかも。あ、初めてですか？あ、そうなのね。これはね、アニメのセリフを振り返ろうっていうコーナーでございますよ。いや、名言いっぱいありますからね。ありますよ。だってあのなんかすごい広告あったじゃない、うん、ドロドロドロ、あったあったあったあれが作れちゃうぐらいですからね。そうだね、全部名言だよ。そうそうそう、え、楽しみだな。みんな何が好きなの？はい、ということで一緒に開いていきましょう、はい、それでは1ページ目です。お呼び出しネームオーブさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。セリフというかラーナちゃんがって笑うのが可愛くて好きですとのことです。
ラーナさんのふふんですねいいっすね、うん、ご機嫌ですね。確かに印象的かも、うんうん、抹茶食べたのかいいライブができたのか、うん、ともりが面白かったのかわからないですけどちょいちょいふふんは出てくるんだけど、うんうん、結構ねそのふふんはライブのシーンで多かったかな、うん、なんかライブのシーンとかで弾き終わってラーナのカットが映ってふふんみたいな あるね、あるあるあるなんだろうなふふんとかだったりみたいな感じのなんか赤ちゃんそうちょっとね赤ちゃんっぽい感じ、うん、なんかディレクションとかももうちょっとなんかニヒッとした感じみたいな、うん、そう分かるなんかそういうディレクションとかあったりしてあもうちょっとやっていいんだな、うん、みたいな、うん、なんかそうすると思うじゃないみたいな感じ。かわいいラーナってさ見た目から言うとさなんか割とさ、うん、みたいな、うん、確かにクールっぽいよね、うん、そうクールなのかなって思いきや、うん、笑い方が意外となんかに本当にニヒヒとかニシシみたいな単語が似合う笑い方するよね。そうそうそう、ね、結構ライブ中とかも歯出して笑ってたりするからさ、ね、あらあらラーナさん楽しそうじゃないのと思ってノリノリでねふふんをやらせていただきましたけども。カワチだね。かわいい、ね、うん、いいですね、うん、こういう感じで、うん、なんか掴んできたよ、うん、Okay、こういうコーナーです。こういうコーナーですね、はい、いいね。なんかみんな の, あの好きなポイントが分かる ね、うん、では続いてのお便りに行きたいと思います、はいはい、お呼び出しネームコズさんからいただきました。ありがとうございま す, います皆さんこんまいご ー, こんまいごー。私が心に残っているセリフはアノンちゃんのどう C コードでドヤ顔してギターはコードに始まりコードに終わるんですからラーナちゃんがバンドに入ることが急遽決まって私空気じゃんってなる一連の流れが好きですといただきました。ふふんふふんふふんつながりあらま。いやなんか確かにふふんってアノンも言ってるイメージあるね。そう、うん、自慢するときよくそうそうそうアノンちゃんはドヤのふふんが多いかな。多いですね、うん、いやこのシーン大好きなんだよね。わかる。これもタキちゃんC コードドローンタキさんがさマジか本当に大好きの顔でマジかだから、ね、結構本気だもんね。うん、いやこれでねバンドをやりたいですみたいな入ってきたら、うん、いやマジかってなるわな。どうしようってなっちゃうね。うん、おもろいな。いや全然 C コードを F とか弾けてないしボロロンみたいな、めっちゃミュートになってるみたいな。もうマジで初心者っていう感じのね弾き方なんだけど、でもなんか可愛いんだよね。可愛い。しかもちゃんとその後練習してるしね。そうそうそう。指にさ絆創膏を巻いたりしてさ、ね、そうそう頑張ってんのよ。それを見た滝さんよ。ね、それを見た滝さんもね。ギターかなり練習した。楽しい。アノンとタキってなっちゃう、ね、やっぱアノンとタキいいよね。なんかちゃんと見てくれてんだよ。いやいいないいんだよやっぱ。バンドしてますね。そうなんだよ、ああいう二人がいいんだよ一番。そう語り始めちゃう。アノンとタキ定々ですわ、定々ですわ。空気じゃないよアノンちゃん。そうだよ、空気じゃないよ。かった、大事なバンドメンバーの一人、ね、そうよ。ちょっとラーナちゃんがちょっと全部かっさらってしまっただけだから。そうなんですよ、ね、急に来てベーって弾いてベーって満足でもそりゃ不安になるよねアノンちゃんからしたら。そうだよ、呼べって思うよ ね。そうだよね、しかも自分ギタボがいいんだもんね。焦るわそれは。面白いねこのコーナー。面白い、うん、というわけでですね、あの他にもたくさんあったのでね、皆さんまたお気に入りのシーンがあったらぜひぜひ教えてください。はい、このアルバムの1ページはあなたの一通です。あなたのメッセージお待ちしております。迷子の迷子センター。迷子の迷子センター、今週もエンディングの時間がやってきましたということなんですけれども、はいはい、大事なことを忘れていましたわ。何ですか？今日は11月22日、はいはい、ワンワンニャンニャンの日ですね。ニャンニャンだよラーナちゃん、ニャンニャンの日ですよ。ちょっと待って、違うな、思ってたんと違かった。あれ違いました、大事なこと忘れてる。あれやばい、怒られてるかあれリッキー、ともりの誕生日、おめでとう。覚えやすい誕生日だね。ねえ、いい夫婦の日だよ。本当だ、いい夫婦の日、いい夫婦の日だ。あら、おめでとうございます。ありがとうございます。ちゃん、いやメンバー同士でさ、うん、スタジオとかで誕生日会とかしたりすんのかな。してそう。あのんちゃんとかさ、ね、ケーキ持ってきて用意してそう。タマリン、タマリンって。いや、やってそう。カメラ回してね。ちょっとリッキー、ちゃんとタマリンのこと止めといてよって。
サプライズしようとしてラーナがケーキを食べていいっつってまだっつってダメ写真撮ってないんだからっつってもうね全部想像できるね。ねえ、アノンちゃんサプライズしようとして失敗そうだもんね。アノンちゃんタキちゃんにさ、うん、サプライズするのかな。タキちゃんにどうだろうね。リッキーでもするかしそうね。してコンビニお菓子とかくれそう。あ確かに。なんかシンプルにさ、うん、恩を売りたいとは思ってた。言い方よ。弱み握ったろって思ってるけどタキちゃんがなびかないみたいなね。確かに想像できますけど、まあでも幸せな一日過ごしてほしいですね。トコレちゃんにもねバンドしててほしいですね。はい、この番組では皆さんからのお便りを募集しています。この動画の概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこから番組へのお便りを送ってください。迷子の YouTube チャンネルではオリジナル楽曲の MV やライブ映像を公開しています。私たちの音楽やトークがいいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。そしてお知らせです。迷子ファーストアルバム明晰波が好評発売中です。テレビアニメバンドリイッツ迷子を挿入歌を含む全13曲が収録されています。また迷子ゼップツアー2024方向する渇望とポッピンパーティーさんとの合同ライブのチケットはアルバムに封入されている最速先行抽選申し込み券より応募ができます。ご応募お忘れなく。さて迷子センターいかがでしたか。今後も水曜夜7時に配信予定なのでお楽しみに。来週も迷子メンバーが皆さんのメッセージと一緒に番組をお届けします。番組の感想はハッシュタグ迷子集会をつけてどんどんツイートしてください。今週のお相手はカナメラーナ役青木ひなと、千早アノン役立石凛と、椎名滝役林ココでした。それではまた来週。以上迷子でした。バイバーイ。